はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めドラクエ10続きやっていきたいと思います。今回は前回の続きですね。騎士団長室に来いということなので向かっております。今回は戦闘がないのかもしれないですね。で、ラミザ王子だって話しかけてみますね。今度は行方をくれましちゃったの？どういうことだ？生きる価値。聞き込みをして探してほしいと。マジか、誰に聞いていいかわかんないぞ。それより上の階の人、これ七面倒くさ。ここはそもそも3階か。じゃあ少しずつ聞いてみますか。この咳を我慢しながら辛いです。人ではない。この人は全然関係ない。とりあえず院長室の方へね、向かってみようと思います。この子も関係ないんだろうな。ここはですね。この部屋なんだ。客室。客室にはまさかね、誰もいないと思うんですけどね。いた。関係ないね。やっぱ院長室行ってみますか。鍵かかってるっていうのは院長室のことなのかな。あー、ここがか。ここはなんか別なクエストっぽいな。のクエストでしたね。じゃあもう一個上上がってみましょうか。結構めんどくさいクエストだぞ。そもそも王宮の人が知ってるのかっていう疑問もありますけどね。まあ一応聞けってんだから知ってるんでしょうね。4階に来ました。よし、あいつに聞いてみよう。ゴッドゥ、ゴッドゥ知ってる？全然関係ねえよ。カカリクは？お、大地の箱根に乗り込むところを見ましたよ。シーラ巡礼地。お、進んだ。またちょっと遠いとこですね。熊なく探すとか、か
勘弁してほしい。箱舟に乗っていくのか。ちょっと見てみよう。くまなくとかやだから、あそこね、くまなくとかも大変だからね。じゃあね、歌声の泉のあたりに行ってみたいと思います。はい、ではね、シエラ巡礼地に来てみました。歌声の泉のそばですね。で、まあ道中ね、敵もいるんで、一応前回と同じね、サポートメンバーとしてダイヤさん、ヒムコさん、リクさんを、採用してます。早速行ってみますけど、この奥だと思われますね。お、ムービーになった。いた。なんか目がうつろですね。なんだろう。花を摘みに来た。お、目が元に戻ったぞ。孤児院をどうにかするんですよね、きっとね。予告でそんな感じでしたよね。もがれ修道院。今回戦闘はないのかもしれないですね。ストーリーだけかな。了解しました。まあ気になるしね。じゃあちょっともがれ修道院の方に行ってみたいと思います。はい、もがれ修道院に着きました。一応ね、サポートメンバー入れたまんま入ってみますけど、おそらく戦闘にはねならないんじゃないかなと思っております。ムービーになったんだね。泣いてたよね、あの予告でね。あ、まだ知らないのかな、ニニカたち。あ、やっぱり知らないんだ。すぐに枯らしてしまった。ああ、本当に優しいんだね、ドライン長ね。辛いね、これは。これは辛いっすね。
あ、また同じこと考えてるね。やっぱ死ぬつもりだったのか。なんだ、マザーヘレナから手紙。代筆を頼まれて、ああそっか、目が見えないからね。ってことはニニカは何を書いてあるか知ってるんだ。デュラ、私の愛しい子、私の身に何かあった時のため手紙を残していこうと思いました。あー、やっぱりマザーヘラナは分かっててついてったんじゃないですかね。あなたは人一倍正義感が強く、誰よりも思いやりのある優しい子でした。お腹を空かせた子がいたらパンを分け与え、お友達がガキ大将にいじめられたと知ったら脇目も振らず飛び出していった。そして目の見えない私を思いやって、いつも私の手を引いてくれましたね。子供の頃から目が見えなかったんだね。お母さん、しかし手のあざに気づいた時からあなたは変わってしまった。自分がドルワームの王子であることをみんなに認めてもらうため、自分を押し殺し必死に勉強した。まるで王子でなければ自分には生きている価値がないとでも感じているかのように。すいません。そして私は風の手ありで耳にしました。自分が王子でないと知ったあなたはひどく落ち込んでしまったと。この辺はキーエンブレムのところですよね。けれどドゥラ、あなたはその手で人のためになる研究をし、その手でパンを分け与え、その手で目の見えない私の手を引いてくれたのです。あなたの価値は手のあざにあるのではなく、あなたの手そのものにあるのです。これからもその手で多くの人を救いなさい。あなたにはそれができるのですよ。あー、ここで母さんね。なんて言ってたんでしょう。マザーヘルナを本当よく知ってたんですね。あ、これで終わりか、このクエスト。それで人生の宝物ですね。いや、終わりましたね、ドルワームの。
メインじゃないね、トルムアームのガイデンクエストっていうのかな。ちょっとね、悲しいお話でもありましたけど、まあ子供たちがね、未来に向けて頑張っていくような、そんなお話でしょうかね。テーマ封印せしもの。ということで今回ここまでですね。やっぱりあの女戦闘はなかったですけど、まあその後が分かって非常に良かったんじゃないでしょうか。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。